日本の裏金派閥と中国の政治構造。自民党の裏金派閥問題が深刻化している。一党支配体制である中国ではどうなのだろうか。民主主義と専制主義における政治体制のメリット・デメリットを比較考察してみよう。日本の自民党の裏金と党内派閥。自民党の裏金と派閥問題に関しては、日本で十分に情報提供されているので、今ここで改めて説明することはしない。しかし、何かお役に立つかもしれないので、私が実際に経験した模様から少しだけ状況をご紹介してみたい。2012年3月に江沢民時代と胡錦涛時代における凄まじい権力闘争を描いたチャイナナイン、中国を動かす9人の男たちを出版すると、たちまち増刷され、日本記者クラブで講演したり、NHK の日曜討論に出演したりするようになった。自民党からも声がかかり、いわゆるパーティーへの招待状が来たり、安倍政権時代になると桜を見る会の招待状が来たりと、にぎにぎしくなったものだ。ここではパーティーだけに話を絞ろう。パーティーにはご招待と一般参加の別があるようで、私の場合はご招待と書いてあるが、それでも一口2万円という文字が載っている資料が同封してあったように思う。かっこ資料があまりに多いので捨てているか、捨てていなかったとしても探し出すのは困難なので、同封してあった資料の文言などに関しては多少正確さを欠いている部分もあるかもしれない。送られてきた書類には事務担当者の連絡先があったので、この一口2万円に関して参加費なのかを尋ねたところ、いえいえ先生はご招待客でいらっしゃいますから、ともかくご参加いただけるか否かのお返事のおはがきだけ返送してくだされば、それで十分でございますという回答があった。パーティーには必ず招待状を持参するようにと念を押されたので、パーティー会場受付で招待状を見せると、よくぞいらっしゃってくださいました。さあさあ、どうぞ奥へお進みくださいと、パーティー会場に案内された。著名な大物自民党議員の派閥のパーティーなので、派閥の長が挨拶をし、満場の拍手で迎えられていた。その後、何名かの代表者のスピーチがあって乾杯に入ると、会場はまるで戦場のような熱気に包まれた。大企業の社長は、その派閥が輩出している関係大臣筋などにご挨拶をするために、争って前に出ようとする場面もあれば、あまりに人数が多い場合は、長い列を作ったりと、あちこちに熱い塊が出来上がっていた。議員自身も、殿と椅子に座っている派閥の長の前に列を作り、挨拶する際はひざまずいて、膝を床につけて、神々しき相手に話をする姿勢だ。おお、なんという序列社会。後に関係者から聞いたところによれば、派閥の長の覚えめでたい存在でなければ出世は絶対に無理なので、同じ派閥の議員でも派閥の長に直接話をする機会は少ない場合もあるので、この時ぞとばかりに好印象を与えようと必死なのだという。また外部からの民間企業の社長などは仕事の発注の際に便宜を図ってもらうために少なくとも10口くらいは出す人が多く、それらがその派閥の活動資金に使われるのだそうだ。派閥の人数が多くないと自民党総裁候補の時などに自派から出せないので、ともかく自身の派閥の人数を増やし、その議員が再当選できるように派閥は努力する。それが裏金として還流させる原因を作っているのだろう。派閥では確かにその派閥独自の学習会を開いていて、私はその学習会にも講師として呼ばれ、何度も講演を行ったものだ。それらを通して感じたのは、例えば対中問題などに関して派閥ごとに違いがあるなど、こんなに主義主張が異なるなら、同じ自民党にいないで共通の理念だけを持つ派閥が離党して他の政党を作ったらどうなのだろうかということだった。
しかし分党しないのは、同じ自民党にいるからこそ政権与党として大臣にもなれれば、時には総理大臣にもなれるわけだから、他党連合のような強固な派閥が党内にあったとしても、当選と立身出世のためにのみ議員になっている政治家が多いので、自民党という枠組みは崩さないようだ。ほとんどの議員は選挙の際の当選と当選後の出世しか考えておらず、決して日本国民を幸せにしようとか、日本国の国益のために頑張ろうといった動機があるわけではないこともだんだんに分かってきた。派閥は新人の教育のためにもあるという言い訳は、タレント議員などそれまで政治と無関係の人気がありさえすればそれでいい、あるいは自身の派閥の議員数が増えればそれでいいといった人数の高により、党内の力に頼って党が運営されていることが理由の一つにもなっている。統一教会との連携なども票数が増えればそれでいいという当選が目的化しているからに他ならない。中国の腐敗と派閥。では中国ではどうなのだろうか。1月10日のコラム、習近平に手痛い軍幹部大規模腐敗と中国全土の腐敗の実態でも書いたように、中国の腐敗は一種の文化で、特に江沢民時代に軍部の腐敗がピークに達していた。なぜなら江沢民は1989年6月4日の天安門事件で、時の最高権力者であった鄧小平が個人的に指名して中共中央総書記&中央軍事委員会主席になったようなものだから、北京に政治や人脈的地盤がない。そこで金でつながった利害関係のネットワークを構築したものだから、腐敗文化に火がつき、このまま放置したら中国は腐敗で滅亡する寸前まで来ていた。特に軍部における腐敗の蔓延は軍事力を弱体化させ、米中覇権競争に踏み込み始めた中国にとっては致命的な弱点となっていた。そのため2013年に国家主席になった習近平は反腐敗運動を大々的に行って、軍部の腐敗の巣窟を徹底して叩き、2015年にはハイテク国家戦略中国製造2025と軍事大改革を行ったのである。何度も繰り返すが、反腐敗運動は権力闘争などではなく、腐敗の巣窟を叩いて軍事力のハイテク化と中国の製造業や宇宙開発のハイテク化などを推進させるためのものだった。胡錦涛政権時代までは腐敗系列が形成した派閥が激しく、党内は一枚岩どころか江沢民を中心として反腐敗運動をさせまいとする強固な派閥が胡錦涛政権を抑え込んでいたが、習近平政権になってからは激しい反腐敗運動を展開したので、金でつながる派閥が形成される余地が少なくなっていった。その意味では習近平独裁という言葉を使うこともできるが、どちらかというと中国共産党による専制政治の側面を強化したという表現もできる。国務院に与えられていた権限が中共中央に集中化し、真相を見誤る要素を多分にはらんでいる。これに関して論じ始めるとまた長文になってしまうので、少なくとも党内に党があるという危険なまでの派閥というのはなくなったと言っていいだろう。また日本のように個人が政治家になるために選挙のための不正をしなければならないという要素も中国には基本的にない。選挙がないわけではなく、党内選挙は村レベルから中央レベルまであるし、立法機関である全人代の代表や諮問機関である全国政治協商会議の代表を選ぶ選挙も全国つつ裏々行われている。ただし立候補者を中国共産党が管理する選挙管理委員会がコントロールしているので、西側諸国のような普通選挙が行われているわけではない。人材育成に関しては6歳から入隊できる少年先鋒隊1億1467万人から始まり、14歳から入隊資格を得る中国共産主義青年団7358万人、28歳で入党資格を持つ
中国共産党員9804万人という訓練と評価を経て中央に駆け上っていく。日本のようにタレント議員などという現象が入り込む余地はない。その意味では国家戦略を練るにあたり、日中では比較の対象にさえなり得ないと言っていいだろう。ただ、14億の人民の心を中国共産党こそが最高であるという理念でつないでおくことなどできようはずもないので、中国には言論の自由がなく、中国共産党は平気で歴史を塗り替え、国家として嘘をつく。日本式一党支配を招く自民党の裏金派閥問題。そういう国にだけはなってほしくないが、だからといって日本の政治がこのままでいいことにはつながらない。野党が育たない。いや、正確には野党が育たないようにしていくという日本の政治構造は、自民党内の派閥や当選と出世だけが目的という自民党の実態を、今般の裏金・派閥問題が炙り出してくれた。その結果、まるで自民党独裁の中で派閥だけが時々交代する日本式一党支配を招いているという見方もできる。それは同時に日本国民の幸せを中心に考えているのではない政治の真相を露呈させたということにもなろう。日本の国益を甚だしく損ねている現実を国民一人一人が自分自身のこととして直視するのに残念ながら良い事例なのかもしれない。